皆さんこんばんは。中国の通信販売アプリテムでスーツケースを買いました。今値段が3400円ぐらい書いてるんですけど、実際私買った時は2400円、1000円安く買いました。このサイズですよね。このサイズがね欲しかったんですね。今の一番最初のこのシルバーですね、シャンパンシルバーってやつを買ってます。色違いですよ、みんなね。この中で一番ちっちゃいですね。で、私でかいのを1個持ってて、こんなにでかいのはいらない。これ一番ちっちゃいのちょうどいいぐらいかなというね。一人でちょっと2泊3日ぐらい出かけるんであればということで、買ってみました。はい、じゃあ物を見てみますね。ダンボールで来てます。はい、で、このサイズが欲しかった ね。でビニールに入っててしっかりしてるよね。で、この後ろに見えてる銀色のやつが私が普段使ってて、だいたい容量的には、半分ぐらいになっちゃうけどね。まあこれだよね。このサイズがね欲しかったんだ。養生もしっかりついてるね。これは剥がさないと。で、がね、この辺はちょっとねちゃんと伸びますね。はい、体格的にもちょうどいいなね。で、一段下げても一段下げてくらいかな、体格的にね。はい、はい、で、これとってもついているね。横の取ってこう欲しかったね。はいね、車輪はね、ちょっと壊れやすそうかな、これな。でもよく街で見かけるね、これね、外国人使ってて。で、中はどうなっているかっていうと、ちょっと開けてみますね。よいしょ、ちゃんと映ってるかな。チャックがずっと開いてます。チャックがね、はい。こういう感じ。あ、これね。で、ここにちょっとね、書類も入れられる。はい。で、これちゃんとフックがついている。で、このチャックが入っている。このサイズね。このサイズ感、すごくいいですね。はい。で、これ閉めますね。チャックで。はい。こう、2泊3日の旅行には最適なんじゃないかな。このサイズね。よいしょ。で、ここ。ここがね、今、000でしょ。で、これを刺してやると、鍵がかかると。3桁の番号。ちょっと、かかりが悪いんだ。かかりが悪い。これ、かかりが悪いよ。これで入れるのか。あ、これで入れるんだ。閉めた状態で、あ、もう一回ね。閉めた状態で、力ずくで入れる感じ。まあ、力ずくだって軽いですけどね。で、こう。で、番号は、このレバーを引いたところで変えちゃうのかな？変えますね。で、これで変えちゃうと開かなくなる。これは開くと。ね。で、これ引いた状態でセットすれば、暗証番号もセットできるってことですね。はい。どうでしょう？これ2400円は、非常に安いと思うな。はい。テムで買った、スーツケースでした。